今度はですね、オートオンにして、離陸したいと思います。まずオートをオンにします。 HINR はオンのままです。でこれで、離陸します。オートオンでフォーストリームを押さないでそのまま離陸するとどうなるか。まあ安定して離陸しますよね。ある程度上がったのでサイクリックを前に倒して行くんですけど、オートだとダメなんです私は。だからオートだと前に倒しても行かないんですよね。なんでだろうな。じゃこれやめなのでちょっと着陸してやり直します。はい、で次もう一回、今度はですね、あのオートオフの、あ、オートオンにしますけれど、オートをオンにして HINR はオンのままで、今度はフォーストリームリリースボタンを押しながら離陸します。あ、どうかな。あ、いや、待て、もう一回もう一つやってみましょう。あのフォーストリームリリースボタンを押さないでそのまま上昇して、オートだと本当に安定して上昇しますからね。いや、後ろに上昇してますよね。でこれでフォーストリームリリースボタンを押します。でこれで押したまま今度前進です。ある程度スピードが乗ってきたのでフォーストリームリリースボタンを外します。まあ、もう一回姿勢が上向いてるからもう一回フォーストリームリリースボタンを押して、この状態で離していかない。そしたらまあ離すことはないですけどね、本当はね、割と安定して飛んでますよね。今オートオンのままでこういう状態で飛んでいます。ほとんどちょっと添えるぐらいですね。それでもスピードはまあ100ノット近く出てますから、で着陸の時はやっぱりオートのままだと私やりにくいんでフォーストリームリリースボタンを押しますね。やっぱりスピードがあるので行き過ぎちゃいますね。これ旋回します。
はい。